はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。あやさんとミックスカイリム、今からだって楽しめる続きやっていきたいと思います。覚えてるじゃないですか。覚えてましたね。本日もあやさんよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、毎回ね、数日空くんですけど、何本か撮ってからで、タイトルをね忘れちゃうんですよね。今タイトルなんだっけとか言いながら始めたんで、覚えてるじゃないですかって話になったんですけど、でファエンダルは、数日経ってますがまだ元気いっぱい。大丈夫ですか、バグじゃないですか。え、うっそ、もしかしてファエンダルここから動けないとか。動けないとかじゃないですか。あ、動いた動いた、あ、動いた動いた、よかった。あれ、でもまだ足踏みして、お前大丈夫か。なんか変なもんやってないか。あ、治った。あ、治った。で、本日は、これですね。角笛を回収するっていう、ダンジョンの手前まで来たんですね。そこからやっていきたいと思います。よし、ファインダー頼りにしてるぞ。もう第二の主人公だよな。ファエンダル。そこ宝箱あるんで。なんかやられてるぞ。トマト食おうとしてたのかな。そしてやられちゃったかな。これなんだこれ。話術スキルが20ポイント増加。うん、10% 良くなる。おお、これ身につけてるといいのかな。うん、そうですね。なるほど。あ、どっちかって言えば、うん、怪獣した方がいいかもしれないですね。怪獣。うん。ああ、ほんと。で、他のやつにつける。うん、つける。なるほどね。さてと、結構、めんどい。ダンジョンだったような気もしなくもないんだけど、違ったかな。まあ最初なんでそんな難しくないですね。そんな難しくない。お、固まったんじゃないか。大丈夫か。大丈夫でした。この上なんかあるか。なんもないな。ファインダルも来てる。大丈夫だ。あ、やべ、これなんかいるぞ。猛吹雪の中のアルゴニアンよりも呪いと。本当だ、魔術師ですかね。ここは弓にしよう。何使ってたっけ、ノルドの弓を使ってたか。私が肉体労働は遠慮するよ、汚れるんだもん。なんか喋ってません。喋ってるね。あ、喋ってる、やっぱり。うん。いや、遠くでね。うん。素人コンジュラ発見されたぞ。というか、これ弓やばくないか。弓やめよう。聞いてる聞いてる。あと一発ですよ。あと一発。よし、じゃあ弓にしよう。あ、死んだ。死んだ。切るんだよね、確か。これなんだこれ。それ錬金術の材料です。もらっとこう。うん。お、ここで開示できる。これは、あ、できますね。あ、ほんと。50% 速くなる。まあ、もらっておくか。もう一人。ファインダル、お前が見つかってんじゃないのか。あ、いた。ファインダルの方向いてるから無理だぞ。オッケー。素人なんとかしだ。これもまあもらっておくか。よし、先進もう。宝箱。これなんだ、保温の薬。
そういえば地震大丈夫でした？あ、地震ね、大丈夫でしたね。そんなに長くない？ね、長い、結構長い時間ね揺れてたんですよ、うん、で大丈夫かなと思ったんですけど、特に大丈夫だったみたいです。何かが倒れるわけでもなく、うん、どっかで大きい地震なのかなっていう方を心配してました。うん、そうでもないみたいですね。そうでもなかったみたいですね、うん、震度4ぐらい。まあ一応視聴者の皆様に分かるように言うとですね、撮影の前にねちょっと地震がありまして、それで今スカイプでちょっとそういう話をしてたのでこの話が出たんですね。なんかあちこち人がいっぱい死んでるぞ。いっぱい死んでるな。お、なんかやられてるぞ。誰にやられたんだ？ドラグル。人じゃないやつだった、うん、あ、これか、ドラグル。ノルドのゾンビですね、これ。あ、ゾンビね。ゾンビのスカイ、ここはこれもうロープいいや。重さ、あ、でも重さ1か。じゃあ売れるかな。発見された。お、ここで弓でやるっていうのはあれだけど、あ、弓もあれだね。うん、出ますよ。出るんですね。こいつじゃないか、今倒したのは。奥のやつです。こいつか。一応金だけはもらってこうかな。斧とかいらないでしょ。お、魔法だ。これなんですかね。鎧の防御値は40ポイント。オークフレッシュ。なんだ、なんでこんなにみんな死んでるんだ。わけわからんぞ。こんなもんか。なんだこれ。あ、それトラップなんですけど、もう解除されてます、ね、あ、されてる、うん、これちょっとマップ見よう。あ、結構広いな。右行くのか、じゃあ左行ってみるか、先に。あ、これ？うん、金入ってる。金目のものが入ってるのか。脇、あ、なんか殻が多いな。これ入ってた。お、宝箱。鍵かかってないですね。
これで5は終わりか。あ、通れないや。いやー、ダンジョンらしいよね。ごちゃごちゃしてますね。うん。すべて取りたいか。こんな壺を開けたら、記憶がないもんな。結構いろいろ取れるぞ。小銭拾いがさっきからこれは読んでもしょうがない。これなんだ。で、ここは終わり。から来たのか分かんなくなったぞ。こっちから来たよね。そうですね。だからそこ右ですね。あの戻ってそっちか。まだいっぱい死んでるぞ。あ、違った。だいぶ前に死んだやつだった。だいぶ前、骸骨。だいぶ前だよねこれ。強敵がいそうだな。どっち行こうか。うん、右行くと元に戻るみたいだな。じゃあ右先行くか。何もない。ゴールドが。これこそ小銭だな。一枚一枚拾っていく。こうやってて、こういういらないジョッキとか取っちゃうんだよね。オッケー。そこドアになってるんですかね。なるほど。待って、どこに繋がった。あ、さっきのところに繋がったのか、これで。あ、近道か。そういうことなんですね。え、これさっきのところに繋がってる？違うね。あれ？あれ、なんかさっきの行きそびれたかもな、一箇所。あ、宝箱があった。なんか隠し部屋みたいな。そうみたいですね。ラッキー、鍵かかってる。かかってない。大したもの入ってない。入ってないですね。厳重だった割には。この状態では走れないのかな。広いな。敵が来るか。あ、いた。敵がいるわ。おお、ファエンダル。早くってなんだ。ファエンダルか。うわ、油断したわ。ファインダル何やってる。攻撃してるよな。死んでない。まだも
た。お、お、オッケー。結構敵がいっぱいいるな。これいるかな。ちょっと回復するのを待ちながら、うん、この中から出てきたんだね、うん、こういう棺みたいな中から不意打ちみたいな感じで出てくるんですよね。そうでしたよね確か、うん、いやー怖いな、なんか。お、なんかあったあった。宝箱があった。鍵かかってないのがいいね。ダメージが増加。迷いそうだな。まあスカイリムって基本一本道なんで。あ、本当？うん。大丈夫ですよ。お、いよいよか。この奥か。迷わずに来たってことだね。お、小銭入れが。だいぶ前に死んだ人がいるけど大丈夫かな。一応セーブしよう。クイックセーブ。じゃあ行きますかね。弓で大丈夫かな。ステングラブの深部。まあファインダルがいるからね。ファインダルがいるからファインダル結構強いからな。なんかあるぞこれ。なんでジョッキか。この深部っていうのも結構広そうだな。ちょっとひどいとこ出たかな。なぜかジョッキがあちこちに置いてある。おし、一発でいったでしょ。いや、まだ死んでないですよ。うっそ。あれを見てみろ。おし、倒したね。何を見てみろって。どうしたファインダル。何が気になる。あれを見てみろ。どれだよ。あの火かな。よし、じゃあ進もう。あ、そっちなんですか。こっちに何か降りるとこあったよね。ああ。まあ同じとこみたいですけどね。どうした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 。びっくりすんな。まあいいや、このままですよ。そんな罠があるとは。お、もう一発。おし、おし、おし。この下まだ行ってないのか。あいつがいたってことは。やだなあ、あちこちいろんな罠がありますね。降りてきた。上上上。あ、上すぎる。
前目の前に。お敵がね。あ外した。あ。あできた。外したのか。あ降りてくんな。来た。あダメだ。なんか昔のゲームみたいだな、なんかこうちょろちょろしてファミコンのねやつですよね。お、来た。外したぞ。まだ来んだろ、どうせこっちから来ないよな。なんかヘラヘラしてる、なんだね。あ、来た来た。お前なんか殺してやる。よし、オッケー。それ、納刀すれば解除できますよ。納刀 R R か、あ、なるほどね。よし、じゃあちょっとこの辺漁って、あっちにも行くとこあるんだよな。なんかどこ行っていいか分かんないぐらいいろいろ行けるぞ。なんか大したもんなさそうだな。お、なんかあった。なかなか進まないな。宝箱あった。そうこうしてるうちに20分過ぎてしまったぞ。広いですね。広い、うん。とりあえずあと3分ぐらいやって途中までだな、きっと。あれ、また上に来た。うん、いいですよ。さっきあっちか。うん、なるほどね。じゃあいいんだね。そっか、この辺でやめとこうかな。じゃあ橋の上で橋の上で全然あれでしたね、見せ場がなかったな。まあでも結構レベルが上がりましたよね、隠密と弓の ね。まあ経験値稼ぎだったってことにしておこうね、ファイナル。ということでね、また続き次回やっていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。あやさんもどうもありがとうございます。